ギャラリーのロペコです。こちらは証券のアンティーク着物を使って作られているかわいいミニ巾着、猫さんと豚さんとウサギさんがいます。手に乗せてみますが小さな巾着です。このまま飾ってもかわいいし、アクセサリーなどの小物を入れても良いです。豚さんはくるんとした尻尾、ウサギさんは丸い尻尾、猫さんは長い尻尾です。猫さんからご紹介をしていきますが、まずはすべての共通部分、こちらの460番で詳しくご紹介します。絹なので手触りも楽しんでください。お顔の芯には発泡スチロールが入っているそうです。そしてここお手手がキュッとなっていますが、紐があります。広げるとこんな感じで内側に物が入ります。広げた時の形でキューッと絞るとお手手が合わさったようになるところも可愛いです。柄が分かりやすいように広げて460番から生地をご紹介していきます。459番、457番、458番、次はうさぎさんです。454番、453番、次は豚さんです。456番、455番、皆さんこんにちは、あたちこごめちゃんです。